褒められることじゃないけど頑張ったんだろうなと思いますね。別にこの人暗い人だって思われても、うん、それは別に悪いことじゃない。それ暗いも一個の個性ですから、コミュ障の人間でも声優という仕事はできるみたいな。はい、というわけで始まりました声優エンタメチャンネル。私司会を務めております小田利光です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。ということで毎回素敵な卒業生をゲストにお迎えしまして、様々な情報を発信しておりますこの番組でして、今回も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、早速ご紹介させていただきます。赤羽健二さんです。はい、皆さんこんにちは、赤羽健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、もう本当にいろいろなことを語っていただいてるという、はい、ありがとうございます。もういっぱい、とんでもないです。もうありがたいです。なんか全然違った側面も見させていただいて、個人的にもとても新鮮で興味深く。そうなんですか、なんか良くも悪くもなんか言いたいことは割と言うタイプなので、たまに周りの役者からお前大丈夫かって言われたりするタイプなんですあ、ちょっと入っちゃうとそういうところあるんですかね。なんかどうなんですかね。割となんかこれはなんか僕も意外だったんですけど、意外と言いたいこと言いたいんだな自分みたいな、うんうん、でもすごいそれは素敵だなというか、うん、だからなんか本当になんかよくね、この回数回わたってもう自分はコミュ障ですというところがね、そうですね、あるっておっしゃってたじゃないですか、はい、でもいや全然そんな、もうなんか主張もしっかりなさってるし、いやだからこれはね、まあ褒められることじゃないけど頑張ったんだろうなと思いますね。あ、そっか、やっぱそこはないもの、自分にないものだった。そう、やっぱ弱点だって分かってたけど、業界でやっていくには最低限のコミュニケーション能力が必要なんだって多分どっかで分からせられたんでしょうね、はい、きっとね、だからそう、なんか興味深い話の中にそのやっぱスイッチを入れるじゃないけど、そういうモードにやっぱなるみたいなところは自分の中であるんですか。そうですね、やっぱお仕事はお仕事っていうちょっとスイッチはありますね、割とちょっとオンオフを入れてるタイプです。はい、わかりました。で、まあそういう流れでですね、はい、今回そういったテーマを設けさせていただきましたということで、うんうんうん、ちょっと早速発表させていただきたいと思います。今回のテーマ、赤羽さんはどうしてる？声優のコミュニケーションスキルについてなのですということで、うん、まあ、本当にいろいろ前の回からもですね、ちょっとそういったところはいろいろなヒントなんかもいただいてるのかななんて思うんですけれども、これそういう意味ではある種もしかすると声優業界のみならず、そうですね、生きていくにあたってコミュニケーションって大事だと思いますので、やっぱなんだかんだね、うん、それが結局あるんだなみたいに思ったりするんですけど、ただやっぱり僕もまあちょっと本当に僭越ですが、この学校で、はい、まあ、要は講師というお仕事なんかもなんだかんださせていただくようになって、うん、はい、実は生徒さんとこう聞かせていただく相談の中で、はい、自分コミュ障なんです。あ、まあ、あるでしょうね。結構多いんですよ。あると思いますよ、でやっぱそうなってくると、やっぱりそこを克服していかなきゃいけないというふうなことはやっぱみんな何かしらは思ってるんじゃないかなと思いますし、とはいえやっぱりしんどいと。そうですね、まあ、そんな中で今回はちょっとそれをテーマに取り上げまして、ちょっといろいろ質問なんかもやっぱり来ておりますので、うん、早速ご紹介させていただこうと思うんですが、赤羽くんはもともと人見知り、もともとどころか今でも人見知りですみたいなところがね。そうですね、なかなか人と連絡の交換ができません、で、うん、じゃあ、まあ、それをどうしてもしていかなきゃいけないということで、はい、克服していこう、まあ、スイッチ入れていくみたいな話もあったんですが、うん、今じゃあ例えば、うんうん、じゃあ初対面の方と、はい、じゃあちょっといろいろコミュニケーション取らなきゃいけないみたいなところがあった場合はですね、なんか どういうテクニック使ったりしてるんですかみたいな、ちょっとそういうとこ行きたいですけど、今どんなこと感じでやられてるんですか。まあ、だからテクニックというか気構えとしてあ、はいはい、まあ、人に不快感を与えないのは絶対だと思いますけれど、不快感を与えない、はいはいはい、あとなんかね、多分ねそういうのがしんどいっていう人は僕も自覚はあるんですけれど、ええ、やっぱねちょっとその人に気に入られたいとか、ちょっといいとこ見せようと思うから失敗するんですよ大体。そこの部分ですね、うん、なるほどなるほど、そうそうそう、いいんですよ、普通に受け答えさえできたらなんとかなるんですよそこで多分いいとこ見せたいと思っちゃうから、うわもうよくわかんないよ、どうしたらもうきつってなって、メンタルがきついから人と喋りたくなるんで、いいんです、なんか別にいいです、この人暗い人だって思われても、ええ、それは別に悪いことじゃない。それ暗いも一個の個性ですから。なるほど。確かに
特徴、いつでもどこでも暗かったら問題かもしれませんけど、だってほらプライベート暗い人なんていっぱいいるじゃないですか。まあまあそりゃそうでしょうね。悪いことじゃないんですよ、うん、別に特徴であるとあくまで。そう、僕もだってその暗いってのを僕はだから、でもね3年目ぐらいまで頑張ったんですよ爽やかに。え、そのこの業界入って3年ぐらい。そう、やっぱり新人だからフレッシュにみたいな感じでやってたんですけれど、はいはい、でもみんなフレッシュなんですよそう、結局爽やかかぶりするわけだから、そうでしょう、ね、早めに僕ってこういう人間なんですってのを出せた方が、僕はでも後々言われました。え、まあ赤羽くんはさ本当暗いけど、まあでもその暗さが正直で喋りやすくていいよみたいな。お、そうそう、やっぱ分かるもん、こいつ頑張って爽やかにして気に入られようとしてくるなって人、分かる分かるって、ね、まあネガティブだけど、でもそれは共感できるところも多いから悪くはないと思うよみたいなことを言ってくれる人もちゃんといるっていうのは、僕はそう一回そういう経験をしてから、あ、そんなに無理しなくてもいいんだなみたいな、なるほど、ってのはあったので、まあ、だからやっぱ相手に不快感だけ与えなきゃいいんじゃないですかね。うん、だからなんかこの人とちゃんとおしゃべりはできたぞぐらいの目標で、うんうん、あんまりハードル上げないで、そう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 、この人と楽しくおしゃべりできたなってなったら100点を上げていいぐらいでいいと思います。だそこから仕事につなげようとか、多分そういった欲が出るとしんどくなるんです、ただただ。なるほど。いや、だから目標値を低めに設定してあげていいと思いますよ、うんうん、逆に言うとそれじゃないコミュ障ですみたいなところも全然受け入れてくれる土壌もやっぱりあるはあるしっていう。そうだって、そうやってね、多分今この小田さんのところにこうやって相談が来る、ね、来てると思いますけど、はい、で僕もコミュ障だし、で僕もこの業界いるといっぱいいます、コミュ障どいつもこいつもコミュ障だったかっていう現場もあったりしますから、結構確かにそういう方多いイメージありますね。そう、もちろん明るい方もいますし、だから僕みたいにスイッチを変えてる子もいますし、はい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 、そうそうそう、現場だとすごい明るく振る舞ってるけれど、意外とアフレコで少人数になるとあ、暗いなこの子みたいなって子も結構たくさんいるので、そう、多分ね、暗いことをひけらかしてもそれをすごいね悪く思う人はそんなにいないと思う。意外と自分もそうでしたって思いながら接してくれる人が多いと思うので、なんかそんなに無理やり頑張る必要はないと思います、はい、ただでも、まあ、どうしてもこのお仕事コミュニケーションは切って外せないなと思うところはあるので、はい、まあ、最低限の受け答えができるくらいのなことはできたら確かにいいなとは思いますけれど、大事なことですね。でもちろん、まあ、赤羽くんも当然そこはあんまり最初から自分も無理してガッていかないように、まあ、今もそれはちょっと意識はもうするようにしてるという。そうですね、わかりました。やっぱさすが実体験的なものも入ってるんで、そうそう、それでやれてるわけですから、ね、一応そうです、ね、僕だってここの先生で福田先生、あ、僕すごいお世話になってる先生なんですけど、はいはい、福田先生に後々に言われた言葉ですごい印象に残ってるのは、うん、私は赤羽のおかげでコミュ障の人間でもこの業界やっていけるんだなって初めて認識したってそういう当時から言われてたんですよ、お前はさみたいなことずっと言われてて、でも、ね、無理ですよ先生と思いながらずっと受けてた。でもお世話可愛がってくれてんなとかと思いながら、はい、そうで、なんか結構間が空いてから会う機会があって、うん、その時に、いや私はお前のおかげでちょっとだけそこの考えは変わったよって言われて、コミュ障の人間でも声優という仕事はできるみたいなでも僕もコミュ障でも声優はできるなって、うんうん、思っていたので、うんうんうん、なんかそう思ってもらえてよかったなと思ったんで、うん、なので嬉しいですね、自分でもね、うん、そういうこと言わせてだし、だから自分っていうのがね、そう、悩んでる人、ね、いっぱいいると思いますけど、業界はコミュ障多いです、うん、あ、それは間違いない。コミュ障がいっぱいだからコミュ障と仲良くなろうぐらいの、そうそうですね、あ、同じ仲間がたくさんいるんだっていう気持ちで業界に入ってくるのが一番いいと思います。的確だと思います、わ、うん、かりました。あとはですね、ちょっとこれはまた違ったあのなんていうんですかね、角度からの質問が来ておりまして、はい、あの、まあ、もう当然これだけお仕事をいろいろされてらっしゃる赤羽さん、うん、まあ、つまりこう舞台朗読劇とかね、うん、あの実際に公開イベントのそういったインタビュー受けられたりとか、まあ、あと生配信やライブ形式のお仕事をいろいろされてると思うんですけど、はい、まあ、そうやって、まあ、当然、まあ、お客様からこういろいろ注目されたりっていうことや、うん、あとはまあ収録でもやっぱ緊張する現場みたいなところで、うんうん、こういった緊張感みたいなところっていうのを、はい、どういうふうにこううまく乗り越えていってますみたいな。そうですね、まあ緊張しないってことは絶対にないので、やっぱり今でもそこはされる、あ、まあ、あります。あれも朗読してるときに、まあ、噛んでしまうのは仕方がないですけれど、できたらね、うん、噛まずにやりたいっていうね、感情を入れて全部できるのが
ベストだと思うので、はい、でもまあ噛むことは仕方がないなっていうのはちゃんと考えたりもするし、で緊張、そこに対してやっぱ緊張しちゃうんですけれど、うん、まあ緊張してるなっていう自覚は持ってあげた方がいいと思います。あ、なんか緊張してるから、はいはいはい、緊張よどうにかなれとかこうするんじゃなくて、はいはいはい、あ緊張してるな、まあまあ緊張してるなりになんとかしようみたいな。あ、なるほど、うん、やっぱね緊張はするんですよ、どう頑張ったって、はい、うん、なのでなんか緊張をどうにかしてなんかぐーって振り回されてしまうよりかは、まあ緊張してるな、まあでもまあ緊張してるけどみんなきっと緊張してるからみんなで頑張ろうぐらいの方がいいと思います、ね、そうか、緊張感は結構抗わずに結構受け入れてる感じになってるということですか。そうですね、だからなんか周りの人も絶対緊張してますから。あ、そうですよね、みんな、そうですよね、そう、みんな同じ状態と思った方がいいと思います。あ、そう、確かに僕も最初の頃は緊張してて周りの人なんでこんなに頑張ってんだろうと思ったりするけど、やっぱ周りにも話聞くと緊張はしてるよみたいなことやっぱ言うから、うんうんうん、あ、状況は同じなんだなと思って、はい、うん、なので、まあ、みんな同じ状態で緊張して立ってんだから、あとだから自分一人で立たないので朗読劇とか。あ、そうですね、もちろんノーミスですごいうまくいった時もあれば、はい、絶対失敗する時もやっぱあるんですよ、やっていけば。プロでもね、そう、はい、もちろんお金払ってもらってるから確かにその失敗があんま良くない、失敗したなって回はやっぱ反省はしちゃうんですけれど、はい、でもやっぱりこういった生身の人間が生で喋るっていう中でどうしてももう僕らメカではないので、うん、コンピューターではないのでどうしてもそこに関してはやっぱダメな時はやっぱちょっとダメなものもあるので、あ、なのでそこはもう割り切ると言いますか、だからまあそこはだからむしろちょっと相手と一緒に頑張ってるからチーム戦と言いますか、はい、うん、ならちょっと自分が今良くないんだったらどうすればこのチームとうまくやれるかとか、うん、そういう考え方、あんまりなんか自分だけにこうなっちゃうと、うん、結構大変になっちゃうので、うんうんうん、そう、だいたいこういった特に声優系のイベントとか生配信とかはまあ誰かしらと登壇することが多いので、はい、みんなと一緒に頑張ろうみたいな、みんなと一緒にお客さんに満足してもらえるものを提供しようとか、それぐらいの意気込みの、だから俺がどうにかするとかそういった考えは持たない方がいいと思います、ね、あ、はい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 、そう、遠くものとかだったら緊張して困ったなと思ったらちょっと助けてよって言ってもいいと思いますしはい、でもいいと思いました。あ、なるほどなと思いました。あ、ちょっともしよければ次の質問にも、はいはい、なんかご意見いただこうと思うんですけど、まあ、そういう意味ではコミュニケーションというのをちょっと今回テーマに挙げた場合に、うん、まあ、やっぱりその相手との信頼関係、はい、まあ、ちょっとこの信頼という部分は、はい、ちょっと引っかかってくるワードになるのかななんていうふうに思うんですが、じゃあ例えば赤羽君が、まあ、その相手との信頼をまあ築いていくとき、はい、なんかそこはちょっと気をつけていきたいななんて思ってることとかってあったりするんですか。そうですね、信頼だ、この業界の信頼って難しいんですよね。このお芝居による信頼もあるし、実力やそういう意味での、そう、うん、まあ、あと普通にねその現場での振る舞いとか、はい、受け答えとか、まあ、そのマナーですよね、はい、きっとね、はいはい、多分いろんなものが混じり合ってる業界の信頼だと思うんですよね。でもやっぱりさっきもちょっと話しましたけれど、まあ、僕らもそれは全てのお仕事に 100%120% の実力を出したいですけれど、はい、やっぱ出ない時も正直あるんですよ。うん、今日本当にダメだったなみたいな、うん、9大点か9大点以下な気がするみたいな、下手するとみたいな、はい、でやっぱそういう時って確かに信頼はちょっとね欠けるとは思うんですよ、うんうん、まあ、それをなんとかするのは仕事だからなるべくね安定感っていうのは求めていかなくちゃいけないんですけれど、そうですね、うん、やっぱりどうしても人間がやってる以上ね、気持ちが落ちちゃう日もあれば、はい、なんか今日心と体が噛み合ってなくてうまく喋れないなって人もあるでしょうし、うん、だからやっぱそこでどうしても信頼ってのは揺らいでしまう職業ではあるんですけれど、はい、でやっぱその信頼を取り戻すのはやっぱり、まあ、またお芝居でしかないし、うん、でも、まあ、そのお芝居で取り戻すために必要なのはやっぱりその最低限のそれまでに至る礼儀とか、はいはい、マナーとか、うんうん、まあ、そのコミュニケーションとかそこに至ると思うので、まあ、だからお芝居による信頼に関してはもうどうしようもないところはあるのでまあそこは毎回頑張っていただいて、うんうん、なのでやっぱりどうしてもこのお仕事って測れるものがないので、数字がどこにも、確かにそうですね、
ね、陸上競技とかあったらね数字があったりとかして、ね、この秒数でっていう、ね、速いやつが一番だみたいなね、うん、秒数がとかあるけど、ね、僕らの業界ってそれに関して何の数字もないの で, そうです、ね、結局好みだなって思う時もあったりもするの人 の好き嫌いっていうか、まあ、これはもうどうしようも働きますよね、うん、なのでまあそのお仕事をその人とするにあたり、そしてこれからもその人とお仕事をするために、はい、まあ実力はもう置いといて、やっぱりその最低限のその人との話とか現場での立ち振る舞い、はい、そこはやっぱり最低限抑えておくのが大事だとは思いますね。だから多分これはもう どの社会にも言えることだと思います。オーディションとかもそうなんですよ、ええ、みんなオーディションとかって結構マイク前に立ってそのアフレコブースでやったものが全てって思ってるかもしれないですけれど、うん、実はそこに入る前の控え室での立ち振る舞いとかを実は偉い人が見ていたっていうパターンも実はあるんですよ。はいはいはい、そこの影響ですね。そうそうそう、そういったのもあったりするので、やっぱり日々の過ごし方のお芝居する云々の前のやっぱ礼儀作法っていうのは最低限抑えておいた方が、うん、特にこの仕事って社会人を経験しないで入ってきちゃったりすることが多いので、あ、はいはい、そう、僕やっぱ思うのは社会人経験してこの業界やってる人結構強いと思ってるんですよ、ずっと。はいはい、やっぱ社会人経験してる人ってやっぱ大人との話し方もちょっと知ってたりとか、社会を接してるわけですよね。そうなんですよ、で、後輩の子とかの話し方とか、あとクライアントさんといいますかね、あ、はいはい、そう、自分の会社以外の人の目上の人との接し方も実は知ってる人が多くて、社会人経験してる人って、やっぱそういう人って結構あうまいことなんかつなげてるなっていう印象を僕はとても持ってて、最低限の礼儀マナーを守り、そしてやっぱ我々役者ですから、その芝居というのは、まあ、もちろん一生懸命常に、でそこである種つながれてる人の縁っていうものが、まあ、それが本当のなんか信頼関係になっていくのかなっていうような、だからなんかあとは悪いことだけしなければいいと思いますよ。そうですね、そうそうそう、大事めちゃわかります、それは、はい、ありがとうございます。さあということで、いろいろお話を伺ってまいりましたけれども、一応これが最後になります、はい、まあ、もちろんこれもね、もう当然いろんなテーマごとにいろんなことを発信していただいたわけなんですけれども、改めて最後にですね、なんかこうやっぱ声優になりたいと思ってる方、そして今どうしようって迷ってる方にですね、なんかこの声優というものについて、はい、なんかメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、声優というお仕事も本当にちょこ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 様変わりしてるなって、勝手に10年ぐらいしかまだいないですけれど、今はどっちかというとアニメの主役をやれれば売れるっていう保証はどこにもないですし、よりかはちょっと当たってるコンテンツの歌って踊ってをやった方が割と知名度を得ることができたりとかっていう業界にも、だそれが一個の王道になってきたなみたいな、結構今声優って大変なお仕事だと思うんですけれど、でもまあやっぱ声優という仕事に関してそこに対する達成感というのは結構あるお仕事だと思います。だからね、本当に歌って踊ってのそういったコンテンツで、ね、ドームに立てたりもするわけですよ、うん、もう、はい、ドームなんて本当はアーティストの方って一握りしか立てないのにそう、意外とコンテンツの力で立てたりもして、だからそういった意味で本当に夢があると思います。なかなか人が叶えられないことを叶えることができる今職業に、多分声優というもの自体が多分地位が上がってきたんだと思います、うん、職業として。動機は何でもいいんだと思います。誰かに会いたいでもいいでしょうし、うん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 、でも最終的にこの仕事って結構裏で大変なことはたくさんあるので、これやっぱ歌って踊ってもいきなりやるわけじゃないですから、みんな本当にレッスンとかをたくさん隔ててあの場で華やかなものを見せてて、実際裏は大変なものはたくさんあったり、お芝居ももちろん舞台もそうですし、多分どっかで問われるんですよ、本当にこの仕事好きなのかどうかみたいな、本当に大変なんです。そこに関してはね、大変っていうのはね、ごめん嘘はつけないです、大変大変なんですよ、いろんなものすり減らしたりするんですよ、はい、でも大変ですけど、やっぱりそれにやっててよかったって思う瞬間があるのは、僕はそこは否定もしないので、本当にやっててよかったって瞬間も間違いなく待ってるので、ぜひねちょっと挑戦してみたいなと思う人は全然一度ね挑戦してみていただいて、ちょっとねいろいろ考えてる方いたら、まあうーん難しいこと考えずにちょっとやってみたいなと思う人は一回その扉をねちょっと開いていただいたらいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます、たくさんリアリティのあるお話、本当に貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、というわけで、声優エンタメチャンネルでは皆様からの様々なコメントを募集しております。聞いてみたいこと、知りたいことなどございましたら下のコメント欄にお気軽に書き込んでいただければと思いますし、またもしよろしければですね、チャンネル登録もしていただけるとありがたいなと思っておりますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。では、はい、最後また締めということで、はい、例のお言葉いただいて終わりにしたいと思います、はい、それではお願いします。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル、赤羽健二さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本の山下と申します音楽やっとけやっとけ俺みたいな感じで、はい。